クラシックソニックシリーズも、まあ、大きな進化を、遂げるべきだということでこのプロジェクトをスタートさせました。ドット絵のクラシックソニックっていう、まあ、そのタッチ&フィールの感覚をですね、これを 3D の描画の中の世界で確実に再現すると。どうしても奥行きがある 3D の中で 2D の遊びってなかなかその表現が難しくてですね、まあ大変だったし楽しかったって感じです。クラシックソニックシリーズの最新作ということで昔懐かしいキャラクターを復活させようということを考えまして、ファングというキャラクターに白羽の矢を当てました。今回のゲームの中でのファングはですね、まあ、賞金稼ぎということで、まあお金さえもらえば何でもやるという形でエッグマン側の手下としてソニックに何度も必要に邪魔をしてきます。アバターという能力があるんですが、ソニックが分身して画面内をこう走りまくるという能力があります。まあ、とにかくはちゃめちゃな感じが出るのがすごい楽しいなというふうに感じてます。ソニックのゲームプレイと、4人同時プレイっていうのはやっぱりどうしても、相性が悪くてですね、諦めた経緯があったんですけども、まあ、大島さんの方から一緒に、4人プレイ考えていこうというふうにすごく熱意持って言っていただいたので、私も今回4人プレイを実装する決意をしました。クラシックソニックなんですけど、改めて 2D だったところの絵を 3D でどう表現するかというのはすごくちょっと気にしておりまして、あの当時できなかったっていうところを改めて 3D にしてやらせてもらったので、そこの部分は飯塚さんにはすごい感謝してます。一番大切だと思ってるのはその性格、例えばのんびり屋さんだった場合、そののんびりをどう表現するか、キャラクターの絵を描くというよりはマークを作るみたいな感覚で私はものを作っているような感じです。大島さんのこのマインドがすごいクリエイティブな方なので、こう話し合っているのがすごく楽しいんですよね。飯塚さんは本当に優秀で、私が数少ない天才の一人なんですね。本当に楽しく、本当にいつもこう前向きに話ができる。で、お互いにこれやりすぎたかなみたいな。4人協力プレイだったり、みんなで楽しめる要素、満載ですので、ぜひ、クラシックソニックファンのみならず、ファミリーや、ご家族一緒にこう楽しんでいただければと思っています。ソニックをずっと、愛してくれて、応援してくれるファンの方々みんなにとにかく恩返ししたいなっていう気持ちでやらせてもらいました。ぜひ楽しんでください。